ザラン・エリザベス・ティンダル、1981年5月15日から40歳は、イギリスの王女である、プリンセス・ロイヤル、アンの第二子、長女で、エリザベス二世の孫。父は、マーク・フィリップス陸軍隊尉。兄に、ピーター・フィリップスがいる。2021年6月4日、現在、アイラ・フィリップスに次ぎ、イギリス王位継承順位に10位。貴族称号は有しない。 ロンドン市内パリントンの病院でアン王女とマーク・フィリップスの間に誕生した。エリザベス二世女王とエディンバラ公爵、フィリップの初の孫娘であった。英国王室メンバーも学んだ北部スコットランドの名門寄宿学校、ゴードンストーン校で学ぶ。イギリスを代表する総合馬術の選手であり、2006年にはヨーロッパ総合馬術選手権で個人優勝を果たし、同年12月には BBC の最優秀スポーツ選手賞に選出された。これを受け、大英帝国勲章が授与された。アテネ五輪及び北京五輪に出場する予定であったが、いずれも相場の負傷により参加を断念した。2010年12月21日に、イングランドのラグビー選手マイク・ティンダルとの子に役が発表され、2011年7月30日に、 エディンバラのキャノンゲート協会で結婚式を挙げた。2012年、ロンドンオリンピック馬術競技の総合馬術団体に出場し、銀メダルを獲得した。2014年1月17日、長女を出産。ミアグレースティンダルと名付けた。2018年6月18日、次女レーナエリザベスティンダルを出産。2021年3月21日、 長男ルーカス・フィリップ・ティンダルを自宅の浴室で出産。ありがとうございます。